ケーニグセグ CCR はスウェーデンの自動車メーカーであるケーニグセグが製造・販売していたスーパーカーである。2005年2月にイタリアのナルド周回コースで時速 387.8km を記録し、それまでのマクラーレン F1 の記録を抜き、ブガッティ・ベイロンが登場するまでメーカー交渉地の市販車最高速度記録を保持していた車両である。ボィは アルミニウム合金、カーボンファイバーが、おしげもなく、使われており、車重は 1180kg に抑えられている。トランスミッションは、レーシングカー御用多のシーマ製、シーケンシャルミッションを搭載している。北米を中心に約40台が売り出された。エンジンは4.7リットルのアルミニウム製エンジンに、ツインスーパーチャージャーが組み合わせられ 800PS オーバーを記録する。 スーパーカーらしく、ラプタードアと名付けられた、外側にせり出してから、フロントカブを支点に回転する、特徴的な機構を持っている。CCR の車両本体価格は38万5千ユーロ。1ユーロイコール130円で、日本円に換算すると、約5千5五万円である。あとに、k ニングセグ CCR の交渉の最高時速は、 イタリアのナルドサーキットにおいて時速 395km と市販車でのギネス世界記録を樹立したが、その記録は2007年にシェルビースーパーカーズ、アルティメートエアロ TT に塗り替えられた。エドックス製の腕時計、ケーニグセグはこの CCR をもとにデザインされており、文字盤には最高記録の時速 388km が刻まれている。 2004年から2006年までに14台が生産された後継者は CCX ありがとうございます。